傷病者が危険な場所にいます。こんな時あなたならどうしますか？傷病者の状態がわからない場合は、極力動かさないことが原則ですが、危険な場所にいる場合や、応急手当に支障がある場合は、安全な場所へ傷病者を避難させ、安全の確保に努めましょう。でも、どうやって搬送すればいいの？こんにちは。私たちは狭山市消防団です。これから傷病者を安全に搬送できる方法を私たちがレクチャーします。前後を支える方法です。傷病者の上半身をゆっくり起こしましょう。一人は傷病者の両脇下の下から手を入れ、胸部を圧迫しないように一方の腕および手首を保持して支えます。もう一人は傷病者の下肢を交差させしっかり抱えます。タイミングを合わせてゆっくり立ち上がってください。傷病者の足の方から搬送します。次に左右から手を組んで搬送する方法です。傷病者を挟んで向かい合わせになり、傷病者の足側の手はお互いの手首や前腕部を握り、傷病者の裏ももに当てます。背中側から傷病者の両脇に頭を入れ、背中側の手で衣服のベルト部分をしっかりとつかみ、タイミングを合わせてゆっくり立ち上がります。せーの。搬送する際はカニ歩きで搬送します。続いて椅子を用いて搬送する方法です。椅子に座った傷病者をタオル等で椅子に固定します。タイミングを合わせてゆっくり立ち上がり、傷病者の足側から搬送します。さっき教わったやり方でやってみよう。ちょっと待った。搬送する際は傷病者の首または頭部が前屈する恐れがあります。気道の確保に十分留意し、救助者は歩調を合わせ、傷病者に動揺を与えないよう注意しましょう。また、感染症を引き起こす可能性があるため、傷病者の体液には触れないよう、十分注意しましょう。他にも、毛布を利用して傷病者を搬送する方法があるので、紹介します。のみで傷病者を搬送する場合、毛布の両端を中心に向かって固く丸めていきます。毛布の中央は傷病者が乗る幅を残してください。傷病者の状態に注意して毛布の中央に乗せます。4人以上で固く丸めた毛布の端を持ち搬送します。毛布と物干し竿などの棒を使って応急担架を作り搬送する方法です。人間を乗せても安全な強度の棒2本と毛布を用意してください。広げた毛布の3分の1のところに棒を置きます。その棒を包むように毛布を折ります。折り返した毛布の端からおよそ20センチ余裕を取ったところにもう1本の棒を置き、その棒を包むように布
残りの毛布を折り返せば完成です。傷病者の状態に注意して担架に乗せて搬送します。せーの。大規模災害の場合、道路が通行不能となり、救急車も到着できない場合があります。救急車が到着できるところに傷病者を搬送することで、その後の処置もスムーズに行うことができます。お互いが協力して傷病者を搬送することが重要です。